こんにちは、こんばんは、ゆず猫と申します。よろしくお願いします。こちらの方ですね、前回の、続きになるんですけれども、こちらのパティシエの200円のね、毛糸の方がちょっと足りなくなってしまったので、近い感じの糸を探してたんですけれども、これが前に 2way バッグ作った時の糸が少しだけ残っていたので、これとあと太さがね近いのがアクリルの波太、こちらですね。これが、カラーナンバーがこの辺かな、87番アクリル 100% 約 30g で 49m になってますね。で、かぎ針の方の表示が5号から7号、棒針が6号から8号の表示になっています。これもね、お洗濯 OK になっているので、これが糸が太さがね近いかなと思うので、これとこれかな。で、似た感じのだとアクリルでね、編みぐるみってあったんですけど、これはねちょっと細いんですよね。少しもうどうしても足らなかったら、ちょっと2本取りだと太いのかな。ちょっとこれもね、一応様子見でちょっと置いときます。で、色がちょうどね、焦げ茶から始まって、まあ、これちょっと色が違うんですけれども、ベージュみたいな色でグリーンが入ってるので、このちょっとの残ってる糸を出して、あとグリーンで編み終われればいいんですけれども、ちょっと続きをねこのまま編んでいきたいと思います。もうちょっとアップにした方がいいかな。どこで終わってたのかしら。ここだ、引き抜き編みしたとこですね。すいません、引き抜き編みをして、で、立ち上がって、ここね、小さい細編み、小さいというか、あの通常の細編みとちょっと長めの細編み、これを編んで、何センチぐらいまでね、高さが出ればいいかなって思ってるんですけど、ちょっとね、丸底の部分を少し大きくしすぎちゃったせいか、ちょっとね、糸が足りなくなってしまいましたけれども、こちらと編み方はね、長い、短いというか普通の細編み、長い細編みというのを交互に繰り返してずっとこういう風に編んでいるので、こちらのね編み方は一緒なので、こちらの方を、必要な長さまで編み進めていきたいと思います。はい、ここまで編んできました。こんな感じですね。ここ今ね、立ち上がりのところ、ちょっとね、結構グリーンがはっきりめに色が出たんですけれどもね、いい色ですよね。こんな感じ。それで、あとまだこれだけ残っているんですけれども、残ってるんですけど、ちょっとこの色のね、幅のこう、ちょうどこの色だけ幅が広くなってきてるので、最後はこちらのこの編みぐるみのね、ブラウンの色で細編みを何段か入れて仕上げようかなと思います。で、これをちょっとここに入れて、
このね編みぐるみの糸の方が細いんですけどね、かぎ針の号数的にはどうかな、何号って6号から7号のかぎ針仕様になってるんですよね。こちらも5号から7号のかぎ針仕様ってなってるんですけれども、太さ的にはね結構こう見た方がいいかな、ちょっとね細いんですよね。なのででも2本取りじゃあ太いよね。あら、こちらを糸自体を変えてしまうので、このままでちょっと少しキュッてもしかしたらねなるかもしれないので、ゆったりめに細編みを、糸端をねここくるみながらゆったりめに細編みを編んでいっちゃおうかな。こんな感じで、こんな感じでどうですかね。でもちょっと寄ってますね、やっぱりね。ちょっとこの幅を様子見ながら、そうですね、5段ぐらい細編みを編んでいきたいと思います。はい、ここまで編んできました。ですね、結局1本取りで編むとやっぱり細かったので、2本取りに外側と内側からね出して2本取りにして、1,2,3,4,5 段編んできました。で、出来上がりのこんな感じかな、高さの方が約18センチになりました。と、底の部分がここのなんだっけ、細編みの部分が約16センチぐらいですね。で、高さが約18センチで、横幅がだいたい30センチぐらいになっています。で、ここで編み終わりにしようかなと思って、で、ここで始末できるぐらいちょっと長めに残して糸切っちゃいました。それでもこれ編みぐるみの糸、もうちょっとだけね残りました。これとあとこちらね、波太の五条産業さんのアクリル波太の糸もこのくらい残りました。これで、ここ最後チェーンつなぎして、よいしょ、糸始末の方は後でしておきます。こんな感じ。それで、持ち手の、ごめんなさいガチャンって言っちゃった、あ、ここ2本取りのところは最初本体の方は7号のかぎ針で編んだんですけれども、こちらの方はね2本取りで7号だと太くなっちゃうかなと思ったので、こちらの編みぐるみで2本取りにした
最後の細編みの部分は、2本取り、ちょっとは色が分かんないですけど、これダイソーさんの6号のかぎ針、こちらで編みました。それでごめんなさい、ちょっと待ってください、ね、失礼しました。バッグのね、持ち手をつけるのにちょっと金具をクリップを忘れてしまって、バッグの持ち手ですね、こちらなんですけれども、こちらはもう何年も前なんですけれども、キルト展、東京ドームとかであるキルト展とかで購入したものになると思いますね。レザーの持ち手ですね、レザーハンドル、日本製になってますね。こちらの方がいくつかね、自分の方で持っていたので、なんだろう、ポイントもなんかこんなレースのポイントも入ってました、かわいい。これをね、使っていこうかなと思って、こういう感じでねつけようかなって、これもね、なんか出てきて、これもつけようかな、かわいいから。買ったこと、ここがちょっと曲がっちゃってるけど、わかるかな、ここの中のシルエット、猫ちゃんのシルエットみたいに、ここが尻尾がくるってなっていて、なんかね、可愛いの一緒に多分その時に購入したんだと思うんです。ちょっとこんな感じでつけてみようかな。これは後ほどつけるとして、このね、持ち手をつけるのに、まずちょっと印をつけましょうかね。ちょっと大体で半分に折ったところで、印をつけておいて、で、これをさらに、いつも私がやってるやり方なので、これが正しいかどうかはちょっとわからないんですけれども、よいしょ、こんな感じ。ここがね、黄色い金具の方が端っこですね。で、赤いクリップがついてるところが中心のところなので、中心のところをこう合わせて、ここからと1、2、3、4、5、6、7、8ぐらい開けようかな。1、2、3、4、5、6、7、8目のところにこうつけますね。1、2、3、4、5、6、7、8目のところ、1、2、3、4、5、6、7、8、ここでしょう。1、2、3、4、5、6、7、8、8目、大体の感じでやってみてます。で、ここも中心外しちゃいますね。これから中心から外の方に向かって、ちょうどこの水色の印が
バッグの持ち手の内側にくるような感じで閉じつけていきたいんですけれども、これ穴がちょっとこうしてみると分かりますかね。縦にこう3つポンポンポンって開いてるので、縦に留めるか横両サイドに留めるかっていう形になると思うので、しっかりねつけたいので、ちょうどこの丸を中心に横に向かって丸から右側止めて左側を止めてっていうのを3箇所止めて本体の方にね縫い付けたいので、これだいぶ前に動画を始める前に買っていた糸で、ケイトピエロさんのこれは見えるかな、パレットっていう糸ですね。コーン巻きのこれは綿 100% の糸になります。カラーナンバーが1267、綿 100% で約 50g のコーン巻き、糸の長さが約 241m になっています。あ、これ1267は色番号じゃないんですね。色番号こっちに書いてありました。色番号24番だそうです。でこちらが色がね近いかなと思ったので、こちらの方をちょっとね買っていて、何レース編みか何かしようと思って多分買っていたんだと思うんですけれども、全然使ってなかったので、こちらをね使って止めていこうかなと思います。ちょっと長めにして2本取りで止めていこうと思います。とじ針でね、とじつけていこうかなと。これ今2本取りにしたので、見づらかったらごめんなさいね。ここにね穴が3つこう開いているので、どうしようかな。ここからちょっとあえて表側から閉じつけますね。これ糸端処理をするようにちょっと長めに10センチ、15センチぐらい今残しておきました。あ、間違えちゃった。ごめんなさいね、へんてこな方向に刺しちゃったわ。よいしょ。今これ裏から出ているので、ちょうどここの横のあたりのところに糸を出したいので、もう一回ぐらい。今こういう感じで止めてみました。
ごめんなさいね、手元がねちょっとね暗いので今ライトで明かりを調節してるんですけど、すいません。そしたら今度はこのまま、今裏側に糸があるので反対側に糸を渡してもらって本取りのまんまですね、3回ぐらい、よいしょ、こんな感じで、裏のところでちょっと目立たないようにね糸をこう潜らせてっていうのか、くぐらせて、また次の下の段の見えない、よいしょ、真ん中のところからまた外に向かって糸をくぐらせて、ちょっとね、2本取りでやってるので気をつけないと、ちょっと糸がなんか1本だけどこかに引っかかってるようなね、ちょっと釣れちゃうような感じがあるので、そこだけ気をつけてやってもらえるといいかな。ここの内側の方に、よいしょ、ちょうどこのね細編みの幅と幅高さとね、今縫っているところの横に渡す糸のこの高さがね近いところに出したかったんですけどね、ちょっと斜めになっちゃったかな、まあ、でもこのくらいはいいかな。ね、あの革の持ち手じゃなくても、あのお好きなね持ち手でねつけていただければいいかなと思います。私は今回ね、あのずっと使ってなかったこの持ち手が出てきたのでこれを使ってますけど、一番最初のちょっと長めに残しておいた糸端ですね、これ裏側の方に今引っ張り出したので、また下のところにね、ここ糸の
中に潜らせて、よいしょ、一番最初のこの編み始めの糸端のところまで持ってきた。ここで結んじゃいます。普通にこの糸端はとじ針で中の方にね、あの目立たないように潜らせて糸始末をしたいと思います。そしたらあとこちら側ね、こちら側とあと反対側の方も同じように留めていきたいと思います。はい、全体に映ってるかちょっと持ち手の部分がね長いのでちょっと全体が入っているかわからないんですけれども、これはねまだちょっとつけるか悩んでおります。これね可愛いんですけどすごく柔らかいんですよ。こんなここのね編み目のところもね糸がね1本か2本ぐらいでこうなんか編まれてるような感じで、すごい繊細な感じになっているので、ちょっとねこのままつけたらなんか不安なので、ちょっと裏側に何かちょっと補強じゃないですけどね、ちょっとなんか何かつけてしっかりさせてからここにつけるか別のところで使うかちょっとねこちらは考えたいと思います。もしつけたらこんな感じかな、猫ちゃん、ね、で持ち手の方の長さが測ってなかったんですけど、持ち手の長さがね35センチですね。結構たっぷり、水やかな、こんな感じ、結構たっぷり入って、なんかカゴバッグみたいな感じで可愛いですね。口の部分は偶然ねたまたまなんですけど、この細編みの部分がねほんの少しだけこうまっすぐじゃなくて少しキュッてした感じになりましたね。これちょっと長財布じゃないんですけども、これねかぎ針とかが入ってるポーチなんですけど、私長財布を普段使ってるんですけども、こんな感じ、ちょっとこれも違うけどさっきのペットボトルだとしても結構たっぷりめに入るのではないでしょうか。まだまだ全然入ります。はい、この子も入りますだいぶたっぷり入れられるんじゃないんでしょうか。使うのにはね、近所のあのお買い物に行く時のねこうバッグで使うと思うんですけれども、うん、可愛くできたと思います。こんな感じで完成になります。色もねすごいなんか可愛く出てくれてね、ちょっとここだけね若干明るいかなっていう気もするんですけれども、個人的にはねどれも好きな色を使っているので満足しております。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。パティシエの糸ね一玉で編もうと思っていたバッグなんですけれども、急遽でアクリルの波太のこちらのグリーン系の色と、あとはこちらがこちらもね波太だと思うんですけどちょっと細めだったのでね2本取りにして、編みぐるみのダイソーさんの編みぐるみという糸を2本取りにしてバッグを仕上げてみました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。よず猫でした。バイバーイ。